明日から3年ぶりに札幌祭りが始まるのを前に準備に追われる祭りの出展者からは期待の声が上がっています明日から始まる札幌祭りに向けて中島公園ではお化け屋敷や迷路などの設営が進んでいました札幌祭りは新型コロナの影響で去年と一昨年は開催が中止されていましたやっとね我々も 水を得た魚というか、子どもたちも待ってるだろうしね。やっぱりあのお祭りって大事だわね。例年、道の両側に並んでいた露店ですが、今年はコロナの感染対策として片側のみとなり、店の数も6割ほど少ない141店となります。札幌祭りは明日から3日間行われ、露店の営業は午前10時から午後7時までです。